その世界線へもう一度行けることができれば、必然的に手元に戻ってくるんじゃない？なるほど。そうか。So did we gotta like just read, like undo all those emails we did? IBN5100 は、ある時を境にラボから忽然と姿を消した。前にそのことで騒いでたわね。あの時は岡部がついに妄想と現実の区別がつかなくなったかと思って、心の中でオーゴッドってつぶやいてた。アメリカカブレメ、何がオーゴッドだ。クリスチャンはクリスチャンとでも言いたいのか。誰がうまいこと言えと言った。俺も口に出してから後悔した。それでクリスティーナ、お前はこう言いたいんだな。俺たちが生じさせてしまった世界の歪み、すなわちこれまでに世界線を変動させた全ての D メールを打ち消していけば、 IBN5100 を俺が柳林神社で見つけた世界線へと戻ることができると。あくまで仮説だけど、私はあんたの説明だけをもとに判断しているから。もしあんたが事実誤認をしていたり、私を騙そうとしていたり、妄想を垂れ流していた場合は、この仮説はあっけなく破綻する。この仮説を盲目的に信じてもらっても困る。I mean, how are you going to even, like, stop D-mails from people that wasn't us that sent them? You're like, hey, don't let them send D-mails. うかつな行動をとって、もしも罪になってしまったら、マユリを二度と助けられなくなるんだから。どうして IBN5100 が消えたのか、これまでに送った D メールの中のどれが IBN5100 の消えた原因なのか、それを突き止めるのが解を導くための近道ね。わからないのは、マユリの死ぬタイミングがちょうど24時間ずれたことだ。確かに気になるな。ダイバージェンスが変わったことが関係してるのかな。バタフライエフェクトの可能性がある。それならほんの些細な原因でも結果には大きな誤差が生じる。とにかく慎重な行動が大切。不用意なことはしない方がいい。例えば一番危険なのはあんたが死ぬこと。世界線を越えて記憶を継続できるのはおそらく岡部だけだから、あんたが死んだらマユリも助けられなくなると思いなさい。絶対に死なないで。もしかして心配してくれているのか。は何それ、誰得。そんなわけないでしょ。勘違いするな。つまり死ぬなって言ったのはあんたが貴重な被験者だからよ。そうなの。ああ、totally。世界線云々はともかく、あんたのその何度もタイムリープしていながら記憶が継続してる脳ってのは、脳科学史を塗り替えるくらい貴重なサンプルであって、あんたの脳をマッピングして一体何がどうなってるのか確かめたい気分よ。だから引き続き実験をガンガンやってくれると私としても助かるわけ。タイムリープマシンはいわば私の研究の成果でもあるんだから。落ち着け。
good idea. Good idea. Christina, お前の案を試してみる。そう。お前には何度も助けられているな。いつもすまない。謝るの、バカ。調子狂うでしょ。そもそも前にあんたを助けたことなんて私はちっとも覚えてないのよ。どう責任取ってくれるの？できれば覚えておきたかった。そうすればあんたの情けない姿をネタにいつでもプギャーってできたから。お前は実に性格が悪いな。あんたが言うな。And we're back here. There you go, we've confirmed everything we need to do. So it'd be Ferris, Moika, and Rukaku. There's no time! どちら様でしょうか。岡部と言います。フェイリーじゃなくてルミホさんにお会いしたいんですが。残念ながらお嬢様はただいまこちらにはいらっしゃいません。じゃあ今どこに。それについてはお答えできません。あなた様がお嬢様にとって好ましくない人物であるという可能性もありますので。前に一度ここには遊びに来てますよ。おっしゃる通りでございますが、やはり私からはお嬢様の居場所はお教えできません。お嬢様に直接ご連絡をお願いいたします。待ってください。フェイリスと大至急連絡を取りたいんですけど、電話してもメールしても繋がらないんですよ。